いつも通りやりきることね。で、先週役割しっかり決めるって話出たから、ニア、ファー、真ん中で切り分けて、まあ、ファー2枚にするのか1枚にするのかは出る選手で話せばいいと思うけど、そうちゃんと話し合って入ろう。で、守備ははっきりクリアすること。クリアした後、ダラダラしないようにすぐパッドライン上げて相手を取るようにして、先週悔しい引き分け方してるから、今週勝って一旦あのリーグ戦区切りになるから最後勝って終わりましょう。よし行こう、ゴーアップからアップから行こう行こう。ちょっとスペインチがやったヒゲ行くよ、ヒゲ今日行くよ、今日ちゃんと今日はなんか並んでくれてる。じゃあ行こう今日もしっかり勝って勝ち点3取りましょう。よしゴー、よほら、バモ大吾、バモ今日は3本取れるね。サモン誰見てる、ないやないやないや、すいません、入れぶらかっちゃう。いやカメラ目線おった、うおーコーマ行こう、あれ行こう、行こう、前線からちょっと行こう、ガン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 、まずは蹴らすね。で、それをうちのワイドを当てるのか、シャドウを当てるのかっていうのは自分たちで判断して、まあシャドウにねサイドバックガーって当ててボランチ当てられても嫌だし、かといってね、余裕でサイドバックに蹴られるのも嫌だから、それをちゃんと話して誰が行く、誰を締めるとか、そういう声だけはっきりしてきちっとやっていく。で、ボールを持った時にはきちんと繋ぐ、丁寧に繋ぐ、前ボールでサッカーをやるね、オフカーボールの動きだけかぶらないように、とにかくね、戦うっていうことを第一に目標に持って、声を切らさずやっていきましょうね。OK! よし、行こうよ、
ほら。あ、これやってる。もう撮ってます。行け。あ、ダセーな。はい。はい。違う。あれ、行って。はい。この横広がって。もっと行けるでしょ。ダイヤ3ヶ月上がってる。ダイヤ3ヶ月。3ヶ月。5ヶ月。何やってる？ありがとう。